こんにちは、よちみずさん。いつもお世話になっております。今日ね、サムネイルのことでお話があったんで、まあ補足的にですね、返信動画の中に、サムネイルの作り方、私がやってる方法をね、二つ、ちょっとね、お知らせしたいと思います。一つは、iPad がないとできないやつなんですけども、iPad の中にね、その PopKit っていうアプリがあるんですよ。この PopKit。P-O-P-K-I-T ってやつですけどね。これをタップすると、こういう風にアプリが起動するんですけどね。これがね、なかなか使いやすくて長年、私はこれに慣れ親しんでるんですね。これちょっと起動に今時間がかかってますんで、もうちょっとお待ちいただきたいんですが、一旦ちょっと下に置いときましょうか。うまく使えるようになったら、こちらの方は再開しますんでね。ではね、もう一個こちらの画面を見ていただきたいんですけども、例えば、中央からちょっと左寄りに私のこのね、車と一緒に写った写真がありますよね。これはね、この夏買ったセルショーなんですけども、これをペイントっていうソフトでね、開くんですよ。もう一回やります。これね、右クリックをして、で、この編集ってやつがあるでしょ。編集ってので開くんですよ。そうすると、ペイントっていうソフトが立ち上がります。この上の方にペイントって書いてあるでしょ。ね、これで立ち上がりますんで、これでですね、この辺にしときましょうか。ちょっとでかく写ってますんで、写真が。これちっちゃくしますね。サイズ変更っていうので、例えばこれ100をね、20ぐらいにすると5分の1のサイズになります。こうなると全体が見えて動かしやすいんですよね。で、その次に、この選択ってやつをこうクリックするんですね。そうすると写真の大きさがちょっとちっちゃくなるんですよ。それによって、その YouTube と同じ16対9の画面にすることができます。トリミングで小さくします。このサイズがおそらく目分量なんですけども、16対9で、サムネイルと同じ大きさ、横長になるんじゃないかなと思うんですよね。そこにですね、例えばこの図形のソフトで、セリフの入れ方みたいなのがありますんでね。こういうのをやるといいかなと。ちょっとね、うまくいかなかったですね。セリフじゃなくて四角にしましょうかね。四角にして、しかも塗りつぶしで、まあマーカーとかに、まあ油絵にしましょうか。で、この色のところで背景を黄色にして、で、文字をこの1ってやつですけどね。入れるときに、こんばんは、っていうふうにすることができるんですよ。で、これを例えば赤に、しようと思ったらこういう風にやっていくとかね。黒です。という風にやって、こっちはまあ黒にしようかなと思ったら、こう黒をクリックすると。こういう風になりますよね。はい。で、さらにこの線をね、入れて、こんな風にね、集中線を入れることもできるかなって。ちょっとあんまり背景の色と黄色で、うまい組み合わせにはならなかったですけども、例えばなんですよとね、ご容赦くださいね。こんな感じで、サムネイルをちょっと作ることができるかなってことですね。これが完成した画像。ほら、入れ替わるでしょ？こんな感じですね。こういう風になりましたと。これサムネイルに掘り込めばいいかなと思うんですよ。これがまあ一つですね。で、先ほどのポップキットの作り方なんですけども、ソフトが起動しましたんで完全に。時間かかって申し訳ないですけどもね、こっちも紹介します。この初めから作るってところをタップしてですね、これはまあややこしいんでまた、もし使うようでしたら聞いてください。こういう風なカンバスがあられるんですよね、キャンバスが。で、すでに、中にある写真をこうやって、ね、呼び出していくんですけども、例えばこれね、この私がこうやってスマホでニヤニヤしてるところね、これが面白いので、ね、タップしてね、こうやって大きさ変えれるんですよね。で、このまんまサムネイルに使ったりとか、こう文字をね、こうやって重ねたりね。いいですか？お、は、よ、う、おはようって入れましたね。おはようっていうふうにここに。で、決定して、こういうふうに、このおはようも、なんかね、大きくしたり小さくしたり、斜めにしたりとかできるわけなんですよね。まあ、こういうふうにして作っていく方法があるということでございます。はい。またね、このポップキット、もしお使いでしたら、また詳しく動画の方、改めて撮影したいかなと思いますけども、さっきね、ちょっと手間取ったように、最近ね、そのポップキットのね、この無料版のアプリの使い勝手が悪いんですよね。で、有料版が最近リリースされて、こっちの方まだ私料金払ってないんで使えないんで、こちらの方まだね、お見せできないんですけども、すいません。まあ、とりあえずはさっきのパソコンに標準装備されてるペイントっていうソフトね、右クリックして編集みたいなので、まあ、ちょっとこう、ラフな感じですけども、サムネイル作っていくっていうところから始めてはいかがかなと思います。まあ、以上ですかね、今回は。本当に今日もカステラいただきましてありがとうございました。いつもこうやってね、毎週のようにお顔が見れて私も嬉しいです。お二人で、仲良く、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。